ドジャースのマックス・マンシー内野手34ラベーポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」に出演ワールドシリーズで起きたファンの暴挙を非難した写真ヤンキース・ドジャース第4戦初回トーレスの打球をベッツが候補するもファンがグラブからボールを奪い取る撮影沢田明徳ファウル・テリトリーの野球 X アカウントではマンシーの発言を動画で公開 ヤンキースタジアムで行われたドジャースとヤンキースのワールドシリーズ第4戦で初回裏、ヤンキース・トーレスの右翼フェンス際へのフライをドジャース・ベッツがグラブを伸ばしてキャッチ。ところが、フェンス最前列で観戦していたヤンキースファンと見られる男性2人が暴挙に出た。一人がベッツのグラブをこじ開け、ボールをむしり取ろうと画策し、隣にいたもう一人の男性ファンもベッツの右手を掴んだ。 一歩間違えれば負傷にもつながる行動に、ベッツは怒りの表情。このファン2人はもちろん退場させられた。このファンはシーズンチケット保有者だったが、ヤンキース側が第5戦の入場禁止を通達したことを発表した。